今年はクロマダラソテツシジミをたくさん見たんですけれども、今年はソテツの食後もなく、クロマダラソテツシジミだけじゃなくて、特定外来種のムシャクロツバメシジミも発生してないみたいな、発生してるかもしれませんけども、私とは遭遇していなかったです。